どうもゴンちゃんです。またちょっと久しぶりになったね。また久しぶりに。しかもこれも結構前の、そうやな、ツールも今日まででそう。ビンゲゴ頑張ってたもんな。そう、君ビンゲゴあんま好きちゃうもんな。うん、ポガちゃんの方が好き。ポガチャルが好きで、ライバルやから。ワウト君は好きやから。ワウトは良かったね。ワウト俺はもうラブワウト大好きやから。ワウト好きやもんな。そう、もう顔が濃いから。顔で選ぶっていうのもう基本的に顔ばっかり見てるもんな。君も結局新しいサングラス試してる。あ、ほんま、新しいサングラス、これめっちゃかっこよかったな。これいいやろ。俺絶対この形のサングラス似合わんなと思って。結構似合ってたよね。かけさせてもらったら、え、これ割と似合うやんと思って。悪くないな。そうそう、サングラスってやっぱかけてみなわからんから。そうやな。ネットで買うのはまた難しいな。一回かけた方がいいよね。そう、そう思った。これなんかこれいいよな。で、めっちゃ軽いよな、これ。フレームがないからないから。そう、しゅんたろうもなんかこれ欲しい言うてやった。言ってた。しゅんたろうこれと全く同じやつ買おうとしてたらしい。なぜかセンスが一緒なんだ。今日はでも晴れてるから。晴れてるなあ。でもこの日さ、確かどっかまた走り行く予定やったけど、天気が微妙やからって言って二人で行ってるんじゃなかったっけ。いや、これ俺があれやで、朝2時間半ズイフトして。あ、その日か。そう、そっから、そうそうそう、そっか、9時か10時ぐらいから、あ、じゃあちょっと走りに行くかって。でもこの日ほんまなんか雨やったけど、うん、ちょっと外見たら行けそうやったから、あ、じゃあ行くかって言って急遽。俺はもうズイフトで終わらせて。そうやそうや、ズイフトで終わらすつもりやったけどって感じが、うん。でも急に曇ってきた。だんだん曇ってきた。やっぱ天気予報見たらちょっと雨やったから。あ、そうやな。だから今日はちょっとパン屋を探してな、うん、あ、そう、久しぶりに俺がちょっと良さげなパン屋を見つけて。珍しいよね。そう、ちょっとこうエリンギとブー的な、エリンギとブー的なあのライトが憧れ。これが家族サービスだと。そう、あのいつもなんか良さげなカフェをチェックして2人で走りに行ってるのがめっちゃ羨ましくてさ。そうやな、あれブーが調べたりしてるんじゃない。まあエリちゃんもそうなんやけど。あ、そうやな。今回はちょっと葛西の方で良さげな自転車も置けそうな、うん、パンカフェみたいな感じ。そう、パンカフェみたいなのがあったから座れてんな。ここめっちゃ良かった。良かったよな、これ、うん、なんていう名前だっけ、名前全然覚えてない。キュンから始まる、あの、キュングキュングちゃうわ。キュングは選手の名前や。キュングキュングってやつおったよな。え、でもキュングちゃう。シンクか、シンクシンクシンクかな。シンクなんて読むか分からない。CINQ かき氷とかもあってね。シンクです。あ、このなんかセットも結構良さそうやったよな。そうそう、いや、これ割と安かったよな。1000何本。あ、なんかセミ鳴いてる。セミ鳴いとんの。今年セミ鳴くの遅いよな。うん、鳴いてない。春が寒すぎて、うん、なんかセミが鳴き出すのが遅いという説も。そうそうそう。あー、美味しそう。アボカド系とかセットにするか迷ったけど、パンがめっちゃ美味しそうやったからパンにしてます。サバサンドとかもあるよな。ねえ、いや、結構好き系の。何やったっけ、これベーグルにしたんかな。俺、あ、俺ベーグルにしてたね。これローストビーフベーグル。これ何やったっけ、あの真ん中に挟まってるやつ。ザクロ。ザクロや、そうそう、ザクロ。ザクロが入ってて、おしゃれな感じやったし。おしゃれやったな。一粒飛んでいたけど。笛吹くな。リコーダー。リコーダーちゃうね。何をやっとんの。面白くもないし。そう、面白くないっていうのが一番の問題やな。もう私、関西帰りたいわ、もう。センスが枯れてきてるから。東京にいるから、センス枯れた。怒られんぞ。あ、これなんやねんって言って食べ、うん、ああ、いや、ほんまにうまいって感じる前にもう前に言ってるもん。とりあえずこれやるための味覚より早い、うまい味覚よりうまいが来るのが早い。あ、舌ざっくろ。あ、なんか歯みたいになってるもん。あ、食べ終わってなんかいろいろグッズも売っとってな。だ、風鈴売ってたよな。風鈴売ってた。風鈴家にあったらいいけど、うん、まあでも近所のことを考えたら、まあ、なかなかな。風鈴あるとでもだいぶ涼しげな感じしてるよね。昔の古民家みたいなところで風鈴を吊り下げながら
みたいなもええかもな。あ、雨降り出したとか言ってる。確かに雨ちょっと見えたな。あ、ここを出たらちょうどなんかシャワーみたいな降り出して、そうそう、ちょっと降ってるな。ミストやとか言ってた。あっという間に、そう、土砂降り。この間30メートルぐらいやな。そうやな、30メートル、さっきのところから30メートルで、うん、で土砂降りになって、バリ寒いって寒かったよな、この夏に寒いって思うなんて。確かにやっぱ暑いより寒い方がきついということをここで、いや、そう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 、そう経験しました。いや、もう水たまりがすごいだって、やば、傘さしてない人たちが死にそうになりながら走ってたもんな。ね、みんな甘やで、そう、みんなもうびしょびしょです。ここでしばらく、これやったらパン屋にもうちょっとおればよかった。そうそう、パン屋にもうちょっとおればよかった10分15分ぐらいかな、うん、降られた。いや、そうそう、そんぐらいやった。そう、その間にこんな雨降って、通り雨、通り雨。あ、これなんか GoPro に、あ、そう、あ当ててくんな。 GoPro に雨当てたら、そう、どうなるかという映像あ、でもちょっと止んできた、うん、まあ夏はこういう通り雨があるからな。ね、と、止んだ。あ、止んだ、止んだ。ご福天ありがとうございます。ご福天の、はい、はい、これはもう、もう止んでるな。止んだな、でもまあ、ちょっと道がもう、うん、青空が見え始めておりますが、あ、なんか手振ってきた。あ、ちょっとこのジャージかっこいいなこれ何やったっけ。パンダーニ。あ、パンダーニか、うん、もう全然謙遜せえへんもんな。ちょっと痩せてより似合ってる富士ヒルの時より痩せてるもんな。痩せてもかもう1キロ、2キロ弱ぐらい痩せた。今走ったもっと速いかもしれない。多分いけると思う。多分いけると思う。15分切りヨピに迫ってくる。いや先生に、ヨピさん、ヨピ先生早いから、ヨピ先生早いからな、うん、お、なんかちょっともう青空になってきた。青空やな。荒川戻ってきた時はもう地面もそんなびちょびちょじゃなかった気がする。で、空気が澄んでてめっちゃ綺麗やったよ。雲綺麗。さっきあそこで写真撮ってた人おったもんな。ああ、あれ写真撮ってた。そう、写真撮ってはったよ。なんか何の写真、雲なんやろな。で、なんかすごない、この辺なんか雲が。確かに、なんか芸術的なラテアートみたいな。こ、そうか、あそこでなんかすれ違った方が富士ヒルで写真一緒に撮らせてもらってって言って、一緒に写真撮った方と偶然再会して、そうで声かけてくれた。そう、声かけてくれはったからちょっと回してたんやけど、うん、カメラをただ映らなかったという、ね、申し訳ございません。これ見てくださってたらちょっとまたお声かけてあげれば。また荒川で会うかもしれない。そうだね、そうそう。あ、なんかもう放射ね、放射、あー、そうそう、なんかなんていうのやな、雲みたいなのが下にできてたよな。そうそうそう、雲みたいなのができてて、地面スレスレのとこに。そう、なんなんやろっていう、なんか神秘的な、神秘的な感じやったよな。あ、だいぶ戻ってきた。これ帰り追い風やったよな。あー、そうやそうや、そう、なかった。何にも焦がなくても進むという、うん、なんか今一瞬さ、うん、信号で止まってる映像入って、いや、思った思った。あれ俺昨日反応を走りに行った時の映像やねんけど、なんでなんいや、あれ何やろ、なんか動画のあれなんやろな、番号が同じやったか、そうなんか、なんかで差し込まれたやろな、なんかそういう効果みたいな、そういうなんか、ちょちょ、もうあれはたまたまバグや多分反応が一瞬映りましたあ、この中学2年生の子にお声掛けいただきまして、中学2年生、そう、中学2年生、後ろにいっぱいいる。そう、高校生とかみんなとチームを組んでいつも走ってるみたいで、見てますって声かけてくれて、そうそう、お声掛けいただいて、中学生の子に声かけてもらえると思わんかった。そうやな、中学生の子にお声掛けいただけると思わなかった。イザドアのキャップ、あ、ほんまやな、ピザドアのキャップ。なんかお父さんがマウンテンバイクかなんかやってて、それで自転車に興味を持って、UAE の、そう、 UAE のな、で仲間がずっと待って、うん、恥ずかしかった、なんか若者がたくさんいて、そう、 そう、 そう、 そう、俺らとのはなんかそういう街やったもんな。うん、そうそうそう。お、帰ってきました。帰ってきましたと。ビューボー活動して、ゆる、何キロやったかこれ、40キロぐらい、40キロぐらいかな、そうやな、40キロパンライド、もう100ワットぐらいしか出てない。超ゆるゆるライドやったな。あ、もうだいぶ晴れました。ほんまや、あ、帰ってきたよ。はい、帰ってきました、ゴンちゃん。もうゴンちゃんもなんか、え、もう帰ってきたみたいな、これからゆっくりするとこだったのというゴンちゃんに文句を言われながら
帰ってきました。何？なんか出かけてる。あ、行ってきます。あ、漫画喫茶行ったな。あ、そうや、そうやせや、漫画喫茶。もう午後から時間が、漫画喫茶のファミリールームみたいなところで、ただダラダラするっていう。弱虫ペダル久しぶりに読んだけど、どこまで読んだかも覚えてなくて、気づいたら、あ、でも78巻。78。すげえ。そう、ネタバレするとかって今、なんか言いかけたけど、あ、ネタバレした。ガンバでもね、やめて。あ、帰ってきて、ズイフトしてます。アホ。なんでズイフトすんねん。あー、でもこれあれや、私 の、 あのサリスライドやわ。そう、サリスライド。あ、ボンちゃ ん、 ちゃん、今も、今ついたやん。ボンちゃん、こうやってスリスリしてくるから。そう、ローラー終わったら来るからな。そう、あ、この、まあ、そんな感じで。いや、この日結構盛りだくさんやったな、そう考えたら。そう、だから俺は朝2時間半ローラーして、うん、走りに行って最後ローラーするという。漫画喫茶も行って。漫画喫茶も行って。こんな家族サービスの日でした。ございました。こんじゃあまあ、はい、じゃあこんな感じです。締まり悪い。はい、ほんだらバイス。